はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はなんとゴム1本しか使ってません。はい、なんとって言ってしまいましたゴム1本のアレンジをちょっとやってみました。ちょっと池田さん、じゃあ後ろ向いてもらって、もうちょっとこう可愛らしいこうおしゃれなゴムをつけて、まあ、ポニーテールとこうサイドちょっとねじってねじり編みをちょっとやってるんですけど、こう本当にポニーテールのワンポイントで、しかもゴムしか使わないっていうので簡単にできるアレンジかなと思います。 OK です。こんな感じでやってみましたので、暑い季節よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまず N ドットのオイルからつけていきます。で、次にサイドの顔周りの髪の毛ですねを下ろしておきます。で、次にサイドの髪の毛ですね、耳後ろの髪の毛から前の部分をダッカールで留めておいて、後ろの髪の毛をまとめていきます。で、まとめた部分をだいたい三つ襟部分ぐらいまで持ってきて、ではゴムで結びます。ゴムの部分を押さえながら束感を少し出していきます。だいたい3ミリ束ぐらいの束を出して、全体的に少し頭の形が丸くなるように意識して引き出します。ちょっとこの辺が丸みが出れば OK です。で、サイドをまとめてた髪の毛を上向きにねじりながら後ろに持っていきます。この巻きつけた髪の毛をゴムの下の部分ですね、どこでもいいんですけど、こう引っ張って、ここに毛束を巻きつけて下から毛束を通します。すると引っかかって外れないようになります。で、ここのゴムの部分を押さえながら、またこうねじったところを少しだけボリューム出していきます。顔周りの部分をコテで巻いていきます。毛束を取って中間から一回転だけさせて外巻きに巻いていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。ゴム1本だけでこうねじった髪の毛をまとめてポニーテールアレンジにしてみましたので、よかったら参考にしてみてください。